日本改革党福沢亮次です。本日は発言の機会を与えてくださりありがとうございます。先月ご選挙されました小坂井俊人議員のご冥福を心よりお祈り申し上げます。さて、豊島区の限られた福島さんを有効活用するために以下質問をさせていただきます。1、豊島区内の生活保護の総件数と総給付金額。2、外国人生活保護の総件数と総給付金額、またその割合。3、国籍別の生活保護件数と金額。4、外国人も日本人と同様の条件で生活保護を給付すべしという厚労省の通知を拒否して、豊島区は外国人に生活保護を給付しないということが可能なのか不可能なのか、以上ご答弁よろしくお願いいたします。私は外国人生活保護の給付に反対しております。すべきではないと思っております。理由が3つあります。1、日本特に豊島区に居住する必要性必然性の問題。我々日本人は日本で生まれて日本で生きて日本で人生を終えるのが普通であります。その我々日本人に比べ、外国の方々は帰るべき祖国がちゃんとあります。外国人は日本、特に豊島区にどうしてもいなければいけないという必要性と必然性が我々よりも断然少ない、あるいは全くありません。外国に暮らす日本人が生活もままならないほど困窮したならば、帰国を考えるのが自然であります。つまり生活保護をもらわなければならないほど困っている外国人が豊島区に住んでいるということ自体が不自然なことなのであります。理由に、外国人生活保護給付には法的な問題があります。最高裁判所平成24年行比第45号裁判の判決文に、外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しないとあります。外国人生活保護給付に法的な根拠は全くないと最高裁は判断しております。にもかかわらず、外国人生活の給付が法的根拠皆無のまま現在もなお行われているということは適正で健全な福祉とは言えません。またさらに、憲法前文に、国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受するとあります。これは要するに、日本人の日本人による日本人のための日本の政治という意味であります。外国人に政治の福利を与えるとはどこにも書いておりません。もちろん与えんなとも書いてありませんが、福利は国民がこれを享受とわざわざ書いてあるのには、日本人に限定せよという意図があると私は思います。以上のように法的義務がない、法的根拠がない、かつ憲法にも沿っていない、外国人生活保護給付を漫然と続けていていいものでしょうか。誰かに取り残さないというのであれば、まずは日本人を取り残さないことを目指すべきであります。理由3、外国人生活保護は外交の基本原則に反します。友好的な国には友好的に、敵対的な国には敵対的に接するという相互主義が外交における大原則です。この外交相互主義は非常に合理的であり、逸脱することによる我が国の利益は全くありません。外国で暮らす日本人が困窮した時にその生活を保護してくれる国はあるでしょうか。私は確認して、そんな国は聞いたことがありません。
せいぜい教会などが炊き出しを行ったり、地方行政がフードスタンプを配布するぐらいであります。外国政府は自国内にいる日本人の生活を保護しないのに、日本は日本にいる外国人の生活を一方的に保護するということは、外交操作主義の大原則から完全に外れているばかりは、日本人にとってあまりにも一方的で不公平であります。豊島区役所に外国人が生活保護申請に来たならば、その国の大使館もしくは領事館に連れて行き、困ってって連れてきてやったぞというのが正しい行政措置であります。ほとんどの国がそうしているはずであります。生活に困った外国人が自国の大使館や領事館に相談せずに豊島区役所を目指すというのも全くおかしな話であります。世界で唯一こんなことを行っているのは日本だけであります。外国人に対する生活保護給付は68年も前の昭和29年5月厚生省社会局長の一本の通知から始まりました。以来全国の市長や議員や行政が何の疑問もなくそれに従っていることも全くおかしいと思います。憲法全文にある政治権力を行使する国民の代表とは選挙で選ばれた政治家であります。この社会局長は一公務員であり政治家ではありません。投票によって政治を託された政治家が一公務員の通知一本に何十年も漫然と従い続けていることは全くおかしい現状であると考えます。ですので日本人と同様の条件で生活保護を給付せよと厚労省から通知が来ていると以前ご答弁いただきましたが、豊島区はそれに従わないということが可能なのか不可能なのかをお聞きしたいと思います。次に私は常々国民健康保険とは日本人健康保険のことなのだから、外国人の方々が利用するのは名称的におかしいのではないかと思っておりました。現状のまま外国人の利用を認めるとすれば住民健康保険というのが適切であると考えます。または国民健康保険とは別に外国人専用の国民保険を政府が用意すべきではないか、あるいは民間の保険会社がさまざまな商品を用意しておりますので、そちらを利用していただければ良いのではないかと考えております。国民健康保険に加入している外国人の方は日本人と同様に約40万円の出産育児一時金を受け取ることができます。これは海外で出産した場合でも書類さえ揃えば受け取れ可能です。知人の荒川区議会の小坂英二議員が平成28年の荒川区の出産育児一時金について調査したところ、荒川区での人口比率でわずか 3% の中国人が出産育児一時金支給総額の 26%、 4分の1以上の給付を受けていたという驚くべき事実が判明いたしました。小坂議員によりますと、外国で出産した書類を提出されれば区としては給付せざるを得ない、外国で出産したという事実を確認する手段を区は持っていない、中国ではお金を出せば本物の出産証明書を作ってもらえると聞いているとのことでした。また相当な数の不正請求があったのではないかと疑われる根拠としまして、小坂議員の働きかけで荒川区が実際に出産の事実があったかどうか現地の病院や公的機関に電話で問い合わせると広報するようにした結果、効果は激面で給付申請がなんと半減したそうであります。私が荒川区に問い合わせたところ、令和2年4月時点で荒川区の人口に占める外国人の割合は 8.7%、 母親が
外国人である出産育児一時金支給金額は全体の 37.5% であることが分かりました。平成28年度の9倍近い開きから比較しますと、令和2年は約4倍から5倍となっており、荒川区では確かに半減しておりました。まあ、それでも日本人よりはぐっとぐっと多い割合だとは思いますけれども、そこで質問させていただきます。1、豊島区における外国人の人口比率。2、豊島区における出産育児一時金の総支給件数と総支給金額。母親は外国人の出産育児一時金支給件数の全体に割れる全体に占める割合。4、母親は外国人の出産育児一時金国籍別支給件数と割合。以上4点をお示しください。よろしくお願いいたします。また日本人健康保険を外国人が使うのはおかしいという観点から質問させていただきます。1、日本人の保険料滞納率と外国人の滞納率をそれぞれお示しください。2、国民健康保険料を滞納し請求事項が成立し延滞金の支払いが不可能となった外国人の滞納分の累計をお示しください。以上2点をよろしくお願いいたします。次に国の宝である日本人の学生についてです。現在外国人留学生には月14万円台の生活費だけでなく学費補助、家賃補助、医療費補助、里帰りの時の渡航費補助などもろもろ合わせまして年に1人当たり平均で約380万円が支給されております。これは給付型の補助金ですから返済不要であります。それに比べて日本人学生には文科省外局の日本学生支援機構が奨学金を貸し付けております。総額で約450万円ほど貸し付けて利子を回して600万円以上を返済させております。一体これのどこが支援なんでしょうか。やってることは金貸しと変わりません。昨日あたり私知りましたけれども日本学生支援機構年間に50億円ほど利益を出しているそうであります。学生を支援するどころかですね金貸し屋で儲けてる。こんな機構はですね支援機構を名乗っていいものでしょうか。日本学生搾取機構と名前を変えと憤っております。外国人にはただで年額380万円くれてやって日本人には利子を含めてきっちり取り立て、これは明らかに日本人差別であります。こんな不公平なことが許されていいものでしょうか。米国やカナダなどは留学生の学費は自国の学生の倍払わせるそうであります。理由は留学生が学んだことは自国のために役立てるので我が国のためにならないからだそうであります。日本人学生が冷たく金貸し、外国人には家賃から学費から生活費から至れり尽くせりの日本学生支援機構は日本人を支援する気など全くないことは明白であります。というわけで外国人に比べてあまりに冷遇されている日本人学生のために区民の日本人学生のために給付型の奨学金制度を使っていただけないでしょうか。区のお考えをお示しください。質問は以上です。ご清聴ありがとうございました。